み、食ワンダー祭り、やっていこう。一体どんな祭りなのか。食ワンダーずっとぶっぱできるってことでしょ。この間ウルトラショット祭りだったよな。ってことでジムジムしていくわ。なんか土着とレート低くないか。いや、せっかく食ワンならさ、マテガイとかそういうステージの方が良かったと思うんだけど、ヤガラ市場そんな食ワンのイメージねえな。うわ、リッター使いて、食ワンで生きってるやつぶち抜くのが僕めっちゃ好きだからさ、今回メインギアしかつかないんでインク効率はよくわからないが、今回、うおもう止まってるのか。うわ突っ込んできた脳死すぎろ。あ、いいねいいね、楽しそう楽しそう。僕もちょっと場合を見極めて、こいつ倒してた。相手にもジムいるんだよな。相手のジムはこの上に乗ってから倒しに行けばいいんじゃん。これ食腕で、これ強くない？ここ最強ポチャンすごいいる。いや、分かってんのに、長年の経験でそこに持ってるのは分かってたんだけど、クソエイムが発動してしまった。だからそのクソエイムをジムアイパーなら全部ねじ伏せるから、このキャラコンが強いな。この武器食い込まれちゃう、ぶっ壊れてると思うんだけど、やべなかなか倒せない。よしよし、ちゃんとしばき上げていく。食はでも無敵じゃねえからな。やべ、僕も食はで逃げる。食はで裏から回り込んで挟もうぜ。こっち側から、こっちから挟む。これどう？いや、くそいい、帰るの早くない？一応今回スペシャル性のアップ積んでるから1秒か2秒ぐらい長く滞在できるはずなんだけど、思ったより終わるの早いな。やべえ、わちゃわちゃしすぎやな、これすいませんすいません、うるせえ。食玩のチュイーンって音でうるさいんだけど、やべえ、あー、キルに夢中になってステージが濡れてない。だからこう受け身取ってるから、受け身強くない？はい、神回避。うぜえ、その武器。やっべ、こういう時エリア塗らないと終わっちゃうんだな。でも完璧な裏取りじゃないこれ。よ、食腕で裏取り直撃当てていく。あと一発、いや、くっそ、マジ帰るの早すぎ。だからこうちゃんと食腕の後インク回復し終わってるから、エリア7まで進んでるじゃん。冷静にペチペチと。コツは縦切りの後に横切り、このシュンシュンっていうこの2コンボが一番強い。まあ、それで倒しきれなかったら食い棒みたいな、そんな感じなんだけど、食い棒あんまり使わないようにしないとインク効率終わってるから、やめ、なんか食腕が思ったところにつかなかったあ、だけど関係ない。お、すげえすげえ、まあ、食腕でギリ耐えたな。あぶねえ、すげえすげえすげえ、生存力化け物すぎる。いや、受け身、いや、これ正解だろ多分。受け身が一番強い、このルール。あぶね、食腕の後に駆られないかな。ちなみにステチャンつけても食腕ダーに影響しないんで、食腕ダーにステチャン使うやつは初心者。やべ、登ってくるぞこれ、読めてるこの高々が一番強いの多分みんな気づいてるな。あそこに逆に登ってくるのを警戒して振り続けた方がいい。え、いや、多分ジムアイパーが一番強いぞ、このルール。え、すごくない？一試合見てこの理解力、領域。もしかしたら僕、天才なんじゃね？どうも、ラインマーカー強です。ラインマーカーみんな投げてる。立体よりも射程がないよ。やっぱ射程しか勝たんだよな。ラインマーカーコン使えば、相手の食ワンダー撃ち落とせるんじゃね？空中でビュンビュンスパイダーマンやってるやつを、このラインマーカーをぶち当てて、脳天ぶち当てて、しかもこの高台から、もうバケツでバッサバッサしたから、勝てるでしょ。これやってるわあ、これやってるだけで勝てる多分。エイリアン味方に塗りとりあえず任せ、僕はあの高台の上からバッサバッサするだけの仕事っていう、これだけで勝てる一番やってるわ。意外とこのバケツソロシャってエイムいるんだよな。思ってる当たり判定が攻め、ほいほいほい、だけど射程を投げんだよな、こういう時に。あ、くそ、あ、ビーム当たりがない。あ、そうだった、ごめん、みんな、食ワンダー中、僕、ラインマーカー使えないの、マジ忘れてた。だ、関係ない、今のところゼロです。僕、食ワンダー日頃使わないしな。チャージャーに食ワンダー武器ないし、前のウルトラショット祭りもそうだったけど、チャージャー枠にウルショもついてないし、弓にもウルショついてないから、結構僕、これイベントマッチ弱いのかもしれない。で、来月、デコイチラシのついた弓が登場するんで、あと1ヶ月後くらいには僕、デコイチラシめちゃめちゃ上手くなってると思うよ。いやいや、射程だけ普通に対面って強くね、そもそもメインが強いからさ、もうあんまサブ使わなくていいって。おらで、ラインマーカーちょっと使っていこうぜ。せっかくラインマーカーついてんだけど、食ワンダーついてる時は無敵じゃないんだよな。一応一瞬アーマーはつくけど、常にアーマーがついてるわけじゃないから。やくそ相手も食ワンダーで離脱された。逆にこれで芋に散らかしてさ、帰ったところしばこうぜ。戻ってきたね。嘘、お帰りなさいませ、ご主人様。戦術失敗。リヴァイ兵長とかすごくね、動体神経どうなってんだ。はい、ラインマーカーコン、これが一番強いからな、この武器。みんなもラインマーカー教に入信しないか。ラインマーカー教に入ったら若返りました。ラインマーカー教になったら彼女ができました。ラインマーカー教になったら1億円当たりました。ラインマーカー教に入ったら猫耳が生えました。うまくね、僕うまくね、ラインマーカーラインマーカーのエイムすっごいね、僕職は移動中的に僕ラインマーカー当てれるんだけど余裕でやっぱこれチャージャー日頃使ってるから、そのラインマーカーの入信書渡しとくわ。このチャンネル登録っていうところを押せば入信できます。だけど塗らないとエイリアン塗らないと徐々にちょっと詰められない。やべ、くそ、
最悪だ。ねえ、ちょっと誰かエリア止めて。はい、ラインマーカー当てとか、ほら。このわけ、叫べ、ラインマーカー。射程は立体で長えからな、言っとくけどな。もう、うっせえ、リスキルしてくる、こいつら。見て、ショックアンダーで自陣まで入ってくるんだけど、不法侵入だ。僕も次真似したろ。このショックアンダー祭で一番不人気の武器持ってきたわ。多分、ノバブラスターだよな。ノバブラスター一番見かけてない気がする。まあなんせ射程が短いから、食腕にはちょっと不向きなんじゃねえと思うんだけど、逆に、ワンパンで仕留めれれば一番強いんじゃない？逆にこっから入っていく。直撃当てればいいんでしょ、どうせ。直撃そこいるな。よし、直撃当てた。どう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 。あー、まじいけど、冷静にね、食腕の後はこうちゃんと残ってるから、そう、ちょっと待って。受け身でもなんでもないのに、普通に。そう、エイムだったんだから、ちゃんと始末して、2発で当てて、爆風がでけえからさ、別に直撃じゃなくても、仕留めればいいっていう、すごいいる。やば、危な。いや、ボムあったな、全然見えなかった。いや、濡れねえ、エリア。エリア濡れねえなんだよな。せめて食腕な時にさ、ボムつけれた、一番いいんだけど、これ逆に、うによるわ。うんにょ、うんにょと、ちなみにこれバレません。最強すぎる。ほい、ほい。強すぎる。この最強ポジションを見つけてしまった。ぶっ壊れでしょ、この立ち回り。誰も気づいてなかったね。2人、3人、始末した。あと、あそこいる。いや、インクがないんく。やべ、クソエイムだ。やべ、クソエイムのオールインパッケージ発売されてた。ハッピーセットにしてゆく。もう私、食腕と溜まってるな。食腕溜まってるけどさ、これ。食腕むやみに使わずに、ちゃんと狙って使った方が強いって僕気づいたから。溜まったらすぐ使うんじゃなくて、ここセットの時に使うのがベスト。ボムで沼ジャンした、借りたかったけど、やべ、さっきから、こう、ボム投げすぎてインクがない事件について、ナイス。あのジム使い、日頃ジム使ってねえな、さては。めちゃめちゃ直撃狙ってくるじゃん。やべ、登ってくるでしょ。分かってんのに倒しちゃったー。だけど今回勝てたな、普通に。怖っ。今 DM で、ケロさん今、イベントマッチしてましたよね。クワットホッパー強いので、ぜひ使ってみてください。動画にしてほしいです。って書いてきたんで、ちょっとクワットホッパー使っていくわ。なんで分かる？僕が今イベントマッチやってるっての。スライドで、あれと食腕だ、いなしていけば強いんじゃねこれ。今みたいな感じで。食腕って結構狙い定めるのが難しいから、逆転の発想。相手が食腕でうにょうにょしてる間に僕スライドで近寄っていくわけよ。こうやってスライドでご用していく。一回だけ食腕使ってスライドの機械を生ませるっていう、そういうコンタでやってくる。お、すごいすごい。沼ジャン祭りしてたこれ。で、食腕の後ってやっぱすごい。まとめてやれば、もううまくいかねえ今。めちゃめちゃ今いい笑顔してたのに僕。にちゃーって。そりゃそうか、全員受け身つけてるよな、そりゃ。このマッチにおいて一番強いサブは、アスパ、サブっていうかギアは、この、受け身なんだけど、ちょっとクソエイムすぎたな、今。めちゃめちゃガバった。ガバりすぎて敵も困惑してたな。なんで今倒されなかったんだ、みたいな顔してたけど、ちゃんと、ジャンキャンとか使って、ジャンキャンじゃねえ、なんだこれ、イカロールモドキみたいなの使って、詰めていくから強すぎて。間の食腕なら全部かわしていくわ。で、逆に自分の食腕になったら、空中からスライドして、一気に急降下とかできる。自分の反射神経に感謝していきたい。スプラトゥーンの面白いところって考えてなくても指が勝手に動いてくれるところだよな。あ、なんか体が勝手に、あ、こう動けばいいんじゃねみたいな。考えるよ、もう先に。脊髄が判断してくれるみたいな感じで。脳の CPU 使わんから楽でいいわ。職場でリスキリしていこうぜ。さっきのやつのパクリするわ。こうやって、こうやって、シャカック。えぐいって、ウルトラショット祭りよりもおもれえかも。Yeah.